大トロの握り寿司中トロの握り寿司トロは、寿司のネタ等として使われるマグロの特定の部位の故障。脂質の顔料が高い腹部の身を指す。語源は、肉質がトロリとしていることからで、吉野鷹を、寿司、寿司、寿司から寿司の時点によれば、吉野寿司本店の客が、口に入れるとトロッとするからと命名したという。この語の定着以前は脂身であることから、アブと呼ばれていた。 かつての日本では、マグロといえば赤身を刺し、赤身に比べ品質が劣化しやすいトロの部分は上等な部位とは考えられていなかった。当時の日本人は白身のスッキリした旨味を好んだこと、またトロは脂肪分が多く水分を引いてしまうので赤身のように醤油に漬け込んで漬けにして保存することができなかった。今日では、 動物性脂肪の旨みが広く知られるようになったことと、冷凍、冷蔵から保存、輸送技術が向上したため、トロの人気が高くなった。価格も近代になってから急激に上がり、現在では赤身の2倍以上の値段がつく。特によく脂の乗った部分を、大トロ、やや劣るものを、中トロと称する。大トロ中トロ以外の部分は、赤身、または単に、マグロと称して、 トロとは別物とされる。一般に背肉より腹肉の方が、後部肉より全部肉の方が、内装肉より表層肉の方が、脂質の顔料が高い。一般的に大トロは腹肉全部、中トロは腹肉後部である。昨今では、マグロの完全養殖により、全身がトロなどという個体も作れるようになった。マグロの肉以外でも、 油が乗っている状態の肉をトロということがある。例えば、カツオの刺身の油が乗った部分は、トロカツオと呼ばれる。北海道では、生の牛肉を使った牛トロ丼というご当地丼がある。豚肉においても、トントロと呼ばれる部位が販売されている。トロという言葉には、肉の種類に明確な定義がなく、マグロのトロが持つ高級品としてのイメージを借りようとする。 販売戦略に利用されている。また、マグロの中落ち部分や脂身をペースト状にしたものをネギトロと呼ぶ。一般には脂っぽい食感に由来する名称と解釈されているが、異説もある。マグロのトロに限らず、日本人は脂の乗った食べ物を非常に好む、いわゆる脂信仰であるが、海外ではこういった食べ物の食文化が少なく、 寿司ネタにする際に廃棄するか無料で配られるという。そのため外国人からすると日本人の油信仰は極めて異質であり一種のカルチャーショックとして受け入れられるという。しかしこのような思考は近代以降のことである。幕末期以降日本に入ってきた西洋料理がそれまでの日本の料理よりも油脂を多く使っていたことの影響で油が乗った食べ物を好むように 日本人の思考が変化したためと考えられている。江戸時代までトロは猫またぎと呼ばれ、猫ですらまたいで通り過ぎるほどの極めて価値の低い食材とされ、捨てられることがほとんどだった。ありがとうございます。